You're listening to Shibuya Cross FM. こんにちは。時刻は15時、午後3時を回りました。2011年11月10日水曜日、この時間からは毎週第2水曜日、渋谷防災カフェをお届けいたします。パーソナリティは私、佐藤由美と、はい、機械アドバイザーをしているゼンです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうも。そう、11月に入りました。私、久々に早川さんの冬の装いを見た気がします。あ、そうですね。先月はね、はい、ちょっとこう短パン履いてたりとか、そう、ちょっとこうあれだったんですけど、半袖のイメージがずっとあったんですけれども、まあね、久しぶりに冬の装いじゃないですか。はい、もう寒いかなと思って、はい、ねー、はい、でもだんだんこう街も紅葉、そうですね、葉が色ついてきて、あ、どんどん季節が冬に向かってってるんだなと感じる瞬間多いですよね。確かに確かに。あ、紅葉は見に行きましたか。ね、紅葉はこれから見に行く予定なんですけれども、まあ、今日ちょうど、明治神宮だ、はい、すぐそちらの明治神宮をちょっとお散歩したりとかしてると、落ち葉が風でわーってきて、はい、ピタッてなったりするんですよね。落ち葉がちょっと顔に当たったりとかして、あと今後はちょっと東京だと等々力渓谷の方に紅葉を楽しみに行こうかなっていう予定は立てております。等々力渓谷結構いいですよね。あ、そうみたいですね、うん、そう、初めて行くのって楽しみなんですけれども、あと明治神宮外苑の、はいはい、ラグビー場とか、あ、あそこのね、行く途中がね、ものすごく綺麗なんで、イチョウ並木ですね。イチョウ並木です。はい、そちらもね、ちょっと楽しみたいなと思うんですけれども、あそこの近くにですね、はい、ハンバーガー屋さんがあってですね、ちょっとね、僕名前忘れたんですけど、はいはい、ちょっとアメリカテイストなところがあるので、はい、ハンバーガー屋さん、はい、ぜひね、ちょっと探してみていただけると、お、はい、したら秋の紅葉散策とともに、はい、ハンバーガー対策じゃねえか散策もいいですよ。あ、噛んじゃった。仕事柄で、ね、対策出てちゃうんですけれども、そうですね、はい、ハンバーガーハマってらっしゃるんですか。そうなんですよ。へ、最近ですね、何を思ったか、急にですね、はい、ハンバーガーが食べたいってなってですね、はあ、ハンバーガーいいですね。連日ちょっと今、はい、いろんなとこ通い始めました。へ、はい、これがですね、実は一番最初はですね、なんだっけ、マクドナルドのダブチ、はい、ダブチ美味しいですよね。ダブルチーズバーガー、はいはい、ダブチを食べて、はい、やっぱうまいなってなってからはいはい、はい、ちょっと目がこうあっとこう、うん、どっかあ入るお店にですね、はい、行くんですけど、ちょっとこれ今画像出せますかね。画像いけます。あ、これはダブルチーズバーガーでございますね。そう、ダブチを食べた時なんですけど、はい、でこれはですね、おしゃれ、笹塚で自転車で走ってる最中にですね、はい、あったハンバーガー屋さんで、おしゃれじゃないですか。そうなんですよ、うん、ね、393って言ったかな、はい、ハンバーガーショップ393だと思うんですけど、ここのお店のこれまたね、ハンバーガーがうまかったですよ。へえ。これね、ちょっとね、キャラクターも可愛いんです。あ、可愛い、確かに。そんな中ですね、あ、これでね、ちょっとね、潰れちゃったんですけどこれね、ものすごく美味しくて、あ、でも、美味しそうなのすごく伝わってきますよ、これ。そうです、1400円ぐらいだったかな。へえ、まあ、値段はちょっとお高めなんですけど、はいはい、やはり美味しい。で、ここに勢いをつけることになってしまい、はい、まあ、ここでですよね、はいはい、これ実はね、駒沢通りをね、走ってたらですね、はい、このAS クラシックさんっていうハンバーガー屋さん見つけたんです、はい、おしゃれだから、全部おしゃれですね。なんかでおしゃれだからって本当に美味しいのかなと思ってまあまあうーんと思いながら入っていくと、はい、チーズおしゃれ、ね、ほら箱に入ってて、まあ、これもだいたい1400円ぐらいだと思うんですけど、うまいんです。美味しそう。もうこれだけでお腹いっぱいになるし、味も美味しいし、はい、もうね、最近ね、美味しいハンバーガー屋さんに出会うなというところで、素敵な秋を、あ、食欲の秋ですね。あ、確かに、はい、食欲の秋、はい、早川さんはハンバーガーにハマっているという、そうです、お話をオープニングでさせていただきました。はい、ありがとうございます。でも確かにこう包み紙を開けた時のハンバーガーの罪悪感と幸福感って入り混じってる、あの感じなんですかね。すごいいいですよね。そうですよね。ねえ、確かに本当に罪悪感ってありますよね。俺特にちょっと痩せなきゃいけないから、はい、もうめちゃくちゃ罪悪感を感じながらも、はい、チーズバーガーくださいと言って、はい、ね、しまうこの感覚、はい、背徳感もありつつの、
美味しさですね。至福の喜びです。ぜひ皆さんもなんかおすすめのねハンバーガー屋さん、早川さんこんなとこありますよっていうのもぜひ教えていただければと思うんですけれども、ぜひぜひこの番組皆さんからのメッセージメールにて募集中です、はい、メールアドレスはこちらです。お願いします。 info at mark 渋谷クロス FM.jp まで皆さんからのメールどしどしお待ちしております、はい、渋谷防災カフェでは防災をもっと身近に、そして心にいつも備蓄をしていただけるよう、防災のみならず減災、災害支援、そして福祉などの観点からも毎月テーマを変え、皆さんの命を守るための情報を毎月発信していきます、はい、ということでスタートしました渋谷防災カフェ、ね、オープニングナンバーこの曲でございます、うん、ミュージックビデオでご覧ください。時戸亜美さんで OK 防災。グラ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 揺れたらどうしよう、突然揺れたらどうしよう、最初のコーナーに参りましょう。全ちゃんの防災ワンポイント講座。ワンポイント講座だよ。ありがとうございます。どうもです。このコーナーでは全、はい、というですねニックネームでおなじみの危機管理アドバイザーである早川はじめさん、全ちゃんがこんな時どうすればいいのという私たちの防災に関する疑問にお答えいただくワンポイント講座となっております、はい、ということで先月の続きですか。そうですね、はい、先月の続きをやりたい、まあ、台風が来た時に、まあ、台風は今ちょっとね、はい、もうそろそろ来なくなるんですけど、ただまあせっかくだからね、はい、皆さんちゃんと続けて知識を得ましょうと。はい、はい、お願いします。ワンポイント講座。はい、でですね、はい、前回の続きをパパパパパパパってやってから、前回話してないところに行きます。はい、はーい、はい、はい、これ画面は出ていますね。はい、いました、窓ガラスにはテープは貼らないでください、貼るんだったら暴風ネットをつけてくださいという話でした。はい、で、木造の家は木材
木造の家は、木を打ち付けたりもできるけど、まあまあ、都心では難しいよねなんて話でした、はい、で、雨戸を閉めとくのって重要ですよねって、あと割れた時のことを考えてカーテンは閉めときましょうねってで、室外機は固定するのがいいですよと、風に飛ばされちゃいますから、はい、で、ファンが逆回りする恐れもあるからその場合はかっこよくつけましょうねっていうところです、うんうん、であと家のマンションとかにもあるあの通風口は、なるべくですねテープとかで閉じましょうねって、はい、でドレンホースから来るときもあるからちょっと気をつけましょうねっていうところです、はい、そしてあドレンホースってあのエアコンの外にあるホースね、はいはい、水が出てくるやつ、うん、はいですよ、はい、で洗濯機は水を満タンにしておきましょう、はい、はい、ベランダとか玄関にあるもの庭にあるものは全部しまっときなさいよと、でサッシの周りはですね吹きつける風でですね隙間ができて水がバシバシ室内に入ってくるので、隙間を埋めときましょうねと、はい、で隙間を埋めとかなくても外で、ね、こうテープでピッて閉じとけばまあまあ平気ですよと話です。で天井からもし水が落ちてきた時にはバケツの中に雑巾入れときましょうね、はい、排水口はきれいにしときましょうね、ポリタンクとか水にね、お風呂もそうですけどちょっと溜めといてもいいかもしれませんよ、うんうん、そういう飲み水用っていうのもトイレディッシュしてくださいよ。はい、はい、台風の海に入って晴れたよって思っても気を抜くなよ、はい、で断水停電前提で先にですね洗濯をしておく、うんうん、お風呂は早めに入っておく、そうですね、で、ガソリンは満タンにしておく、で、いろんなものが飛んでくるから気をつけないよって、沖縄だとヤドカリ米飛んでくるからねっていう話でした。はい、で、ですねここからなんですね。おお、でですね、はい、これはですね千葉県とかでもそうなんですけど、大きな網を屋根にかけるって瓦が飛ばないようにへ、まあ、ちなみにこれはね普通の人できないので、はい、ネタぐらいに思ってください。ほうほうほう、まあ、確かにそうですよね、はい、職人さん、うん、そうなんです。これはですね、まあ、沖縄の話ではなくてあのどちらかというと千葉の、富津市とか沿岸部の人たちがですね、そういうことやってる時あるんだよっていうのを教えてくれました。これは負けです。はい、でですね、もしこういうのは準備が全部できなくて不安だよって時にはですね、リゾート避難っていう方法もありますよと。最初からホテルに避難するって重要だよと、はい、あと、まあ、壊れない家に住んでるとかマンションに住んでる人たちのところに避難するのも大切ですよと、うんうん、ずっと家にいるっていう選択肢で避難所ができるからって言っても本当も避難所できない時もあるのでそういうのも考えてもいいですよ、はい、新しい選択肢、はいはい、なぜかというとですね、あのリゾート避難っていうのは僕の友達が実際に避難して感想を教えてくれたんですけど、はい、台風が来たらどうなります、家がガタガタ揺れたりとかいろんな音がして怖いですよね、うんうん、もう恐怖のこうどん底に陥るかもしれない。ところがこうリゾートホテルって防音とかもしっかりしてるのでもう全然大丈夫です。そうです、だから怖くもなんともなかったって言ってました。なのでその人はですねそのリゾート避難を1回したあとはずっといつもリゾート避難してた。もうその快適さを覚え、はいはい、安全性も覚えて。へえ。ちなみにホテル側もそういうふうなことを気にしているので、ね、そういう特別価格が出てる場合もあるそうです。なので近くのホテルもですね、何かあった時には相談してみてもいいかもしれません。なるほど、はい、そういうのも方法です。ありがとうございます。まあ、今でいう分散避難の一つですね。はい、で、事前に準備しておくもの編ということで、はい、話をさせていただきますと、ですね、こういうふうなもの重要かなと思う、うん、はい、まず懐中電灯、ヘッドライト、ランタン、これ重要ですよね。で、ランタンなんですけど僕これ今緑色のやつをちょっと出した、うん、これモンベルっていうところに出してるんですけど、はい、これね実はですねものすごく小さいもので首にかけることもできるんですよ。で懐中電灯にもなるし、この半透明の白っぽい部分を上に上げるとですねランタンに変身するというとても優れものなので、これはですねカバンの中に見られるし、うん、はい、部屋の端っこにポンといつも置くこともできるので重要です、はい、モンベルのちっちゃいランタン、はいはい、でですね、あとヘッドライト重要ですよね。このね両手が使えるようになるっていうのもいいのと、あとね、うん、自分の向いたところがやっぱ光ってるってすごくいいんですよ、はい、僕ね懐中電灯の嫌なところ、あ、子供の頃からそうなんですけど懐中電灯当たってないところって暗いじゃないですか。暗いですね、怖いの、はい、だけど自分の視界がずっと明るいとね怖くない。
だからね、はいはい、ヘッドライト大好きです。まあ、確かに両手が開くっていうのもいいですよ。何かあった時に対処できるし、確かにヘッドライト結構ね、いいです。はい、続いて、はい、続いて、やっぱね、充電器大切ですよねっていうのがありました。で、これはまあ一応いろいろあるんですけど、1人1日3リットルとお水も半大切なんですけど、うんうん、これね、人によって違うので、3リットルのあればもうあれば5リットルの場合もあるんですよ、うん、でこれね、いろんな人たちの文献があるので、はい、正直答えはちゃんとしたのはないんですけど、はい、自分の使う水はどれぐらいかなって一回ね、遊び感覚でね、測ってみるのもいいかもしれません、うん、なるほど。だってね、カセットコンロあると便利です、はい、これがあるだけでね、お風呂がないときに温かいお湯を作ってね、体ふきふきすることもできるんで、確かに重要です。はい、でね、台風の時にあともう一つ重要なのが、あ、これナビアカンってあるんですけど、次のページいっちゃいますね。はい、でも保冷剤って重要なんですよ。保冷剤、はいはい。で、だいたい冷蔵庫に入れっぱなし、開けないでね、入れっぱなしだと2日ぐらい持つんですけど、うん、実は冷蔵庫って結構暖かくなるんです、うん、だから、まあ2日持つって言われてはいるけれど、そんなに持たないよっていうのもあるので、うん、なるべくその保冷剤みたいなのを用意しておくといい。ただ保冷剤ってなかなか用意ができないので、はい、沖縄とかでよくやるのが、これね、まあ、やる人やらない人はいるんですけど、はい、ペットボトルに水を入れて凍らしておくんですよ、うんうんうん、で凍らしておいて、まあ台風が来て、あ、停電が来たねって言ったら下の方にポンって移すっていうことをやったりします。はいはい、おー、それ溶けたら水飲めますもんね。そうなんですよ、すごいいですね。飲み水にもなるし、はい、俺にもなる。これね、結構便利。言い過ぎにちょうだ、はい、はい。でね、ここでね、ちょっと面白いのが、はい、食料の備蓄ってあるんですけど、冷凍食品を買いすぎると停電時溶けるので、なるべく控えめてくださいねって、はい、まあ、普通の冷蔵の 食材もやはり腐る可能性もあるので、なるべく少なくしてもらいたいんですけど、はい、でもね、冷凍も気をつけてくださいよ、はい、ただね、このね、アイスの箱買いだけはダメって。すごい赤字で強調されてますけれども、なんでですか？だいたい食料をまあ減らさなきゃいけないけど、けどこれは買いたいよねって言って、だいたい災害の前には備蓄という形で何かを買おうとするんですよ、うん、はい、そういう時にだいたい甘いのが欲しいから買っとこうって言って、アイスクリームを買う人いるんですよ、はいはい、これね、沖縄の場合の言い方でちょっとあれなんですけど、はい、内地の人っていうか、まあ移住をしてきてる方々は失敗するのがもう本当ね、そこなの。へ、アイスクリームを買ってきて停電したら冷蔵庫って冷やし続けると思うよ、まだ思ってるからさ、うんうん、冷やし続けないから、はい、だから溶けちゃうよって歯と気づいた時には箱を一気に食べなきゃいけないっていう大変な状態になるんですよ、はいはい、確かに、ね、結構重要なんですね。意外とこれはもう経験者だからこそ強調して言える。もうね、これはね、よくあるネタ、はい、へー、あー、もう買っちゃったんだねっつってアイスのもうダメだねっていう、あー、もう溶けちゃう溶けちゃう、そうということになったりするので、はい、まあ、食料の備蓄っていう概念で買うときには少なく、うん、まず買うっていうのと、はい、できれば乾物とか、うん、缶詰、はい、そういうふうなものをね、買う方がいいですよっていう流れでした。気をつけましょう。はい、まあね、東京はあんまりないかもしれないですけど、台風で何が起きるか分かって、そうですよ、つい買っちゃいますからね、はい、冷蔵庫の中、はい、物が腐ると本当きついですからね。はい、いや、分かります、うん、あ、分かるんだ。分かりまでですね、甘いつこが突っ込まないでいくとして、はい、で、備蓄用品はなるべくお湯だけで食べれる、先ほどのカセットコンロでお湯を沸かせて食べれるものっていうのがいいんだけど、ね、結構みんな買わないのがね、パスタとかそばとか、あまり買わない人多いんですよ。缶詰とかね、カップラーメン多いんですけど、はいはい、いいんですよ、パスタで、いいんですよ、そばで、これはね、僕いつも言ってます。お、うん、そっか、お湯で茹でて食べれるから、うん、ほうほうほう、確かに。で、結構持つんですよ。へー、あ、まあ、確かにそうですね。半年ぐらいは余裕で持つのかな、うんうんうん、だ、そばだけちょっとね、短めなんだけど、ね、パスタもっと持ちます、うんうん、なので、できればですね、そういうようなものも重要だと思ってます。はい、で、あとね、これ大切です。お米はですね、最初に炊く、はい、もうね、来るなって思う前にもう炊いといて、はい、おにぎりね、握っとくんですよ。
だいたい怖い時もそうだし、疲れたなと思った時、人間ね、物食べると元気になるんです。はいはい、まあ、温かければいいけど、温かくなくてもおにぎりっていう、なぜか冷たくても美味しいっていう、この日本人のこのハート、はい、おにぎりってハート型じゃないですか。そうですね、ハートをですね、はい、いただくっていうので、まず自分で炊いておくっていう。おにぎりいいですね。確かに詰まってますもんね。そう、何人かに聞いた時にみんな同じこと言ってました、はい、ご飯力いっぱい炊くよって力いっぱい炊いてください。はい、であとですね、これに大切なんです、大きめのゴミ袋。これはですね、浸水したしてきた時とか、やはり何かしらか、この右上の写真なんかあれなんですけど、やっぱりね、吹き込みで隙間から水が出てきちゃうと、はい、まずカーテンで濡れるんですよ。はいはい、でもう大概こういうの吹き込んでる時にはもう隙間にね、何か入れようなんてもう物がなかったりするので、ずっとそうなるんです。ってなると、やはり一番いいのはゴミ袋みたいので、その場をね、はい、なるべく被害を少なくする。でゴミ箱にゴミバケツとかね、水を入れ替えるとか。であとこれ右下、これはですね、実はトイレが逆流してくる時もあるので、はいはい、そういう時のためになるべくですね、その栓をしておく、はい、けど栓ってできないので、ゴミ袋に水を入れてそこの上にポンと置いておくっていうのが重要です。なるほど。これね、皆さん知らないんですけど、そういうこともあります。はい、そこは大切ですよ。はい、であとはバイクとかカバーしておきましょうっていうのと、あと養生テープ、雑巾とかバケツ、あとね、メイク落としは重要です、女性の場合。はいはいはい、これは取っときましょう、はい、取っときましょうっていうか、結構気がついたら水が出てこないからメイク落とせないじゃんって時もあるので、はい、シートは確かに。はい、すみません、お時間が来ました。はい、ということで2ヶ月にわたり台風の備えだったり、はい、こういったものがあるといいよっていうのも沖縄、ね、の知識を借りてご紹介させていただきましたね。はい、はい、ありがとうございます。ぜひ皆さんも参考にしてみてください。はい、まあ、だんだん、ね、台風が少ない季節にはなってきましたが、毎年やってくるものをやりますのでね、はい、皆さん頭の片隅に備蓄しておいていただけるといいなと思います。さあさあ、続いてはゲストコーナーですね。そうなんです。本日のゲストはどのような方をお呼びしてるんでしょうか。今、佐藤さん、はい、いいこと言いましたね、はい、備蓄。備蓄といえば、はい、収納といえばこの人って方を今からお招きします。はいはい、おー、そうなんですね。はい、楽しみでございます。皆さんもお楽しみにしていてください。はい、ではゲストコーナーの前に、ここで本日の2曲目お聴きください。ザ・マルチーズでヒロイン。
渋谷防災カフェ、この時間からはゲストコーナーです。本日のゲストはコンフォートスタイル代表、そして一般社団法人親子の片付け教育研究所代表理事であり、整理収納コンサルタント渋川真希さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。とか収納といえばこの人ってこと で、はい、片付けのプロの方ですね。そうなんですよ、僕が一番苦手とする分野、いや得意な方の方が少ないんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、今日はねそんな渋川さんにいろいろと知恵だったりコツだったりもね教えていただければと思うんですが、はい、本日そんな渋川さんは現在ですね、うん、日常から備える、ま、非常時も快適で災害時も安心な減災防災×片付けという分野伝えてらっしゃいます、うん、ご自身が被災された経験をもとに必要な備え片付けを伝える減災整理セミナーでしたり食材備蓄セミナーなども開催されていますので、そのセミナー情報も本日は最後にですね告知していただくとして、渋川さん、このもともと整理収納コンサルタントという肩書きもありますが、うん、アドバイザーの次コンサルタントってあるんですよね。はい、よく聞きますもんね、はい、整理収納アドバイザーっていう資格、うんうん、その上のコンサルタントもまさにもう片付け整理収納のプロということなんですが、もともと整理収納だったりがお得意でいらっしゃったんですか？違うんですよ。違ったんですか？違うんですよ、はい、なんか収納はすっごい好きだったんですけど、はい、何が苦手だったかっていうと整理が苦手だったんですよ。だからそうなんかね、いつか使うかもとか、それこそ痩せたら着ようっていう服が衣装ケースにガーンってあって、はい、なんかとにかくそれをどう収納するかっていう感じで、うん、うまくは収納できてるけども、はい、いらないものまでたくさん入れてたっていう人だったんですよね。あります、今でも僕そうですよ。いらないっていうかウクレレがまだ家にあるんですけど5年間放置されてます。そう、そういうのありますよね。ありますよね、みんなね、うん、でもそれなくなったら他のものを置けるっていうね。確かにやつなんですけどね、捨てられないですもんね、うん、なかなか、まあ、でも意識を変えると少し変わってくるよねっていうところで、はい、そのお話もできたらいいなと思ってます。でもともとはその収納は得意だったけど整理はもう全然不得意だったっていう渋川さんが今やもう片付けのプロとしてご活躍されておりますが、今その防災減災×片付けとしてこうあと伝えられているのもご自身が被災された経験があったからなんですよね。そうなんですよ、うん、まあ、片付けの仕事を始めて本当に5年ぐらい経った頃にですね、東日本大震災で当時住んでた仙台市内で被災を経験しました。で、被災地っていうとどうしたってテレビで取材されてるような場所っていうのが映るんですけども、避難所にも行かず、でもなんとか自分で生活しなきゃいけないっていう生活をしちゃったんですよね。でも大半の人がほとんどみんな実はそっち側に行くんじゃないかと思っていて、このことをもっと伝えられたらみんなが自分のこととして備えてもらえるんじゃないかなということで、経験者としてそれを伝えているところなんですよね。渋川さんがその東日本大震災を経験した時、うん、お家の状況ってどんな状況だったんですか？お家はですね、うちマンションの1階に住んでたんですけど、はい、大規模半壊っていう認定を受けて、それこそ腰高の家具がひっくり返ってたりとか、うん、テレビがあれこれこんなに飛んだのっていうぐらい飛んだ跡が分かるんですよ。足がカカカって動いてるので床に傷がついてたりとか、あとは食器棚の食器が本当に全部壊れてしまったりとか、そんな状況でしたね、はい、だけども避難所に行くにはもういろんなもの持っていかないと、ね、当時子供が小学校2年生と年少さんだったんですよね。その子たちを連れて小学校にまで行くと思うと寒いしいろんなものがいるしっていうんで、まあ、結局はうちの方が安全っていうもとお家で避難生活を送ったっていうことだったんですね。うん、幸い、まあ、津波が来るような地域ではなかったんですけども、でもライフラインは全部ストップしてしまって、その中で生活をするっていうことだったので、はい、結構大変でした。でもこう整理収納の のことをお仕事にされてから、そういった、まあ、被災されてお家の中もごちゃごちゃだったと思うんですけれども、そこからお家の中やっぱりこう物がまとまってるからこそ片付けというか普及はしやすかったですかね、うん、
復旧はですね、やっぱり整えてたおかげで、はい、結構早かったんですよ。大事ですね。そう、うん、本当になんかちょっとあの書類をね、ちゃんとファイルケースに入れて置いておくとか、うん、それだけでも飛散の度合いが全然違うんですよね。だからそれがしっかりとまたあの戻そうと思っても元の場所に戻しやすいとか、はい、そういうのも大きく違ったので、やっぱりね、心の安心のためにはいかに日常にまた戻すかっていうのが結構大事。確かに日常にいかに早く戻せるかって、うん、その、まあ、心の部分も、ね、すごく変わってきますもんね。そうですね、あの在宅避難をするっていう決意、まあ、決めたっていうきっかけも、はい、やはり収納がしやすくてすぐに寝るところができたとか、やはりそういうようなところから決断されたってことですね、うん、大きいです、大きいです。あの、もともと寝室はもともと言われてたじゃないですか、あの宮城県の方って宮城県沖地震が来るかもしれないぞって言われてたの で、ね、まあ、最低限は備えてたんですね、うん、だから寝室には本当に何にも置いてない状態だったので、はい、ここだったらあの親子4人安心して寝れるっていうんで残ることに決めたんですよね、うんうん、それが大きかったです、やっぱり、うん、はい、でそういったご自身の経験からもこういったあれですよね、整理収納のプロが考えた減災への備え、うん、確かに防災にもつながりますし、今おっしゃったように減災にもつながりますもんね、うんうん、そうなんですよね。こちらもいつかの前に備えておきたいことということでコンフォートスタイルとして発行されている小冊子なんですけれども、ちょっとこの中からいくつかご紹介していただければなと思うんですけれども、まあ、命を守るための対策として有名な突っ張り棒の、ね、ご紹介であったりとか、まあ、家具の固定だったりとかですよね。あとなんかこの中でこうここ盲点だけど伝えたいみたいな何かございますか、うんうん、もうね、絶対滑り止めシートして敷いてほしいですね。滑り止めシートはいはいはい、本当に震災の後ホームセンターで一番売れてたのはカセットコンロかこのシートかっていうぐらい。そうなんですね。滑り止めシートがめちゃくちゃ売れてました。この滑り止めシートっていうのは家具の上に置いたりとかですか、うん、そうですね、まあ、ここの写真にもありますけど、はい、普段何気なく置いてるものの下に敷いておいてもらうだけで、はい、それが本当に動きにくくなるので、飛ばないんですよね。そうなんですね。だからすごくこれ大事なことなので、うん、ぜひこれだけでもって感じです。確かにもう100円ショップでも今買えるのでね、うん、食器棚の下に敷いてもらうとか、ぜひやってほしいことですね。確かに滑り止めシート、うん、いろんなものの下に敷いて備えていただきたいなと思いますし、はい、よくあるハサミで切るやつですね。そうですそうです、はい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 、普通にハサミで、でも私もう花瓶とか置いても必ず下に敷いてますからね。あ、そうなんですね怖いんでね。確かに確かに、この網網のやつでいい。そう、網網のやつで大丈夫です。あと食器棚にも、食器棚も絶対です、それは。本当そういったこういったことができますよだったりとか、そう、あと避難する流れであったりとか自分の情報を書くところもですね、いろいろチェック項目があったりとかしますが、はい、こちらさん、これね、はい、面白いのがね、はい、僕一つ見つけました、はい、4ページのですね、はい、真ん中ら辺の右側、ジューサーミキサー風呂敷で包んで保管、本当だ、そうそうそう、これ大切ですね、うん、そう、だってあんまり使ってないやつってあるじゃないですか、でも大きいでしょ、うん、で壊れても嫌だからっていうんで、うん、もうひとまとめにしちゃって、うん、あの食器棚の下のところとか物置のところにまとめて置いておく、はい、そうすると倒れないですよね。風呂敷って何にでも使えますもん ね、確かに、まあそういった知恵だったりとか、うん、こういったことができるよっていうのがすごい詰まってるんですけれども、こうなんて言うんでしょう、こう いざという時のためにちょっと頑張ってやらなきゃっていうものじゃなくて、日常から、うん、あ、これちょっと工夫したらできるなってことばっかりですね。そうなんです。なんかこう今まで伝えられてた防災って、うん、3.11 の前ってすごく大掛かりなことだったりとか、うん、物の情報はあるんだけど、じゃあそれどう使うっていうのが意外と少なくって、確かに、で実はお家の中に防災に使えるものもたくさんあるけども、それが使えるって分かってないっていうことも多かったりするので、この、冊子の方にはですね、はい、目的別に何に使えるかっていうのがちゃんとカテゴライズされて、アイテムが全部チェックできるようになってるんですよ。本当だ、そうなんです、すごい。ちなみにこの冊子はどうやったら手に入りますか？この冊子はですね、はい、あの私のところのコンフォートスタイルのホームページの、はい、ところにですね、下の方に行くとバナーが貼ってありますので、うん、はい、バナーから
はい、購入の方法が分かるようになってます。はい、はい、ぜひぜひコンフォートスタイル、うん、まあ、整理収納と付け加えると、うん、分かりやすいですね、はい、出てきますので、ぜひそちらのホームページでチェックしていただければと思います。そっか、これいいな。確かにね、え、すごい、しかも項目がこう、うん、細かいですよね。そう、うん、かゆいところに手が届く、かゆいところに手が届く、うん、いいです、うん、コンパクトなんですよ。情報自体はボリューミーなんだけども、うん、はい、それこそ事前にできる備えと、はい、実際避難する時のための備えと、その後生活を続けていくための備えとっていう風にフェーズに分けて、うん、書いてるので、はい、やりやすいとこからやってもらえるっていう風になってます。なるほど、いや、いいと思います。うん、で、あとすごく個人的に聞きたいのが、はい、まあ、片付けだったり収納、整理整頓することが、うん、いざという時の、まあ、防災にもつながるし減災にもつながるということなんですが、こう日常でなんていうんでしょうね、どう片付けを、うん、こうしていけばいいか、ちょっとしたコツでいいので教えていただければなと思うんですが。重要だね、それね。そう、まあ、日常で言うと、結構皆さん片付いてないお家って、身の回りにいろんなものをこう出しっぱなしにしがちだと思うんですよね。はい、そうなんですよ。で、それを、はい、まあ、本当に簡単でいいので、よく使うものをケースにひとまとめにするっていうだけでもいいと思うんですね。はいはい、バラバラに置いておくんじゃなくて、はい、ケースに入ってることによって飛び散りが少ないというか、あちこち行かないっていう風にもなるし、あとはさっきの滑り止めシートを、はい、敷いておいていただいたら棚からも落ちることが少ないので、そうやってまとめるっていうことをちょっとやってもらいたいなと思います。はい、なるほど。で、それもこう、うん、よく使うものが全部そこに入ってるって分かれば、そうそうそう、いいですもんね。そうなんですよ。で、持ち運びもできるしっていうふうになってたらいいですよね。はい、なるほど、うん、そうかそうか、できてますか、早川さん。いや、全然あと思ってる今あともう一つが、はい、なんとなく置きっぱなしになってるものってお家の中あると思うんですよ。うちの中ゴミ回してもらって、皆さんのお家もこうぐるっと今360度見てもらうと、はい、棚の上に結構使ってないものがそのまんま置かれていたりとか、はい、なんか部屋の隅になんとなくこう段ボールが積んであったりとか、それを一旦開けて、はい、なくていいんだったら別の場所に移動するってことをしてもらう、これだけでも全然違いますよね。確かに、うん、棚の上に置いていたらやっぱいざ地震が起きたりしてそれが落ちてきちゃう可能性もあったりしますしね。そうなんですよ。なんかそれで言うと、さっきのケースにまとめるっていうのは書類なんかもそうです。ファイル、はい、ボックス、紙製のがおすすめなんですけど、紙製の、はい、そうじゃないと落ちた時にプラスチックケースだと床に傷はつくし、下手すると頭に落ちてきたら怪我しちゃいますよね。ってことで紙製のものにそれをまとめておいてもらうだけでも、はい、飛び出し防止になるので、意外とできることはたくさんあると思います。はい、そうですね、うん、紙製って結構売ってますよね。売ってます。なんならこの隣のニトリでも、うんうん、はい、売ってますよね。売ってますよね。はいろんなところで売ってるので、確かに今お手軽にそうこう収納するケースだったりとかがいろんなところで手に入りますからね。うん、はい、まあ、そういうのを買って滑り止めシートを敷いて、うん、いろいろ入れておくっていうのも大事ですよね。はい、まあ、あとこうそれに何が入ってるか分かんなくなっちゃう時とかもあるじゃないですか。はい、その時はですね、はい、ぜひラベルをつけてくださいね。ラベル非常持ち出し袋の中身もそうですけど、はい、めったに使わないからこそ何入れてたかが分かんなくなってるから、はい、私リストを作って一緒に貼ってるんですよね。へ、うん、でそうすると、あ、これがちゃんと入ってるっていうのが分かるし、はい、個数も分かるしっていうと、それだけで結構気持ちが安心するという。確かに、うん、で今非常持ち出し袋のお話出ましたけれども、今日お持ちいただいたポーチがあるんですよね。あ、そうなんですよ。渋川さん、ぜひご紹介していただきたいと思うんですが、これですね、すごいコンパクトなポーチ。いい、これね、あんまり重くしてないんですけど、はい、まあ、日常からも備えるということで、はい、私はこれを防災ポーチとしていつも持ってるんですね。はい、で、まあ、中入ってるものは本当にライト、ちっちゃい、はい、あとは手ぬぐいも入ってますね。これ結構便利なんですよね。あ、ハンカチ忘れたとかっていう時に使えたりしますし、マスク代わりにもなります。なりますよね。で、あとは、まあ、こういったエマージェンシーシートとかも入ってますし、もうあとね、耳栓なんかも入れてますね。へ、耳栓ね、移動するときにちょっとうるさいなみたいなときにさりげなくつけちゃったりしますし、あとは携帯トイレなんかも入れています。はい、耳栓とかだと、うん、やっぱり音が
あって眠れないとかそういう時に使う。あ、そうですよね。私、飛行機とかあとは電車とか新幹線もそうなんですけど、音がうるさいと結構ストレスになっちゃうんですよね。だからそういう時に、あと周りがちょっとうるさかったりする時にもつけてしまう。でストレスを軽減するってことをしてるので、だからそういう意味で本当に日常も災害時もすごく私にとってはお助けグッズになってくれてるものなんですよね。でもね、重さはね 300g ちょっとぐらいにします。軽いですね。軽いですね。重くするともう持っていかなくなるでしょ。まあそうですよね。いらないですよ ね。いらない。 あと歯磨きセットも入ってますね。こんなやつもね。それはコンパクトですね。そう、これ可愛いでしょ。無印良品のやつもね。あ、何それ、ちっちゃ。そう、ちっちゃい。コップ付き。コップがついてるのもコンパクトなんですか。そう、びっくりなんですけども。コップもついてるし、あとは紙製 の歯磨きコップも入ってます。こういうのがね、全部入れてあるんですよ。いろいろ工夫できるもんですね。重くないようにして、で私が歩いて帰れないような場所に行くときには持っていくっていうようにしてます。はいはい、これもね、どこに行くときには持っていく持っていかないっていうのもルール決めておくと結構いいですよね。はい、確かに、うん、こんなものしてます。日頃から持ち歩いたりもされているということで、はいはい、何かあと早川さんお聞きしてみたいことございます？いや、もういっぱいあるんですけど、はい、例えばなんですけど、僕の部屋狭いんですけど、狭いなりの収納の技とかってなんか、ね、狭いなりの収納の技はですね、空間を作るしかないんですよね。空間を作る。そう。だからそれは、まあ、例えば跳ね上げ式のベッドにしてしまうとか、あ、ベッドをね、うん、そうです。あ、そうか、ベッドの下、そうそうそう、空間ありますよね。そうやって空間を作るとか、あとは本当に結構皆さん地震が怖くって低い家具しか置いてないっていう方も多いんだけども、安全な場所だったら高さを生かして一箇所もドンと高い棚にしてしまうと、でその上で突っ張りをして転倒防止をするっていうのも一つですね。あと滑り止めシートを敷いて。そうそうそう、確かに滑り止めシート重要ですね。重要重要。どこにでも使える。どこでも使えます。そう、跳ね上げ式のベッドって確かに下に収納ができるからいいですよね。そうですよ。もう都会に暮らす人には絶対必須なんじゃないかと。思ってます。そうですよね、うんうん、ベッドの面積が収納に使えるっていいですね、うん、確かに確かに。じゃあ、あとケース、おすすめのケースとかあります？おすすめのケースはやっぱり痛くないやつですよね。痛くないやつ。紙製の紙製の、まあ、もちろんね、どこに置くかによるんですけども、はい、そうだな、軽いものを入れるんだったら大きめのケースでもいいです。はい、で持ち手がついてるとか、持ち運びができるようなもの、はい、あとはもしくは蓋がちゃんとロックできるようなものとかにしてもらって置くと、積み上げておくこともできるので、確かに保管が楽ですよね。軽いものは大きいケースに入れて OK、うん、そう、はい、でも重いものとかは大きいのに入れると運べなくなるので。そうですよね、取り出すのも億劫になりますよね。そうなんです、使わなくなっちゃうのね、うんうん、まあ、そういうコツとかもありますかね。僕のステンレスラックを使ってるんです。あ、はいはい、あれどうなんですかね。あれいいですよ。汎用性が高いので、だって棚板全部変えられるじゃないですか。そうなんですよ。ただね、こう間板の間が空いてるのであんまり細かいものが置きづらいっていうのが。そうなんです、そうなんです、ありますよね。だから大きいものはね、あれにそうやって、うん、ただね、滑り止めがしにくいなって今話してますけど、あれでもね、専用 のシートが売ってるので。あ、あるんですか。うん、後付けできるオプション品があるので、それを買ってもらって、サイズに合わせて買ってもらって、その上に滑り止めシートもら貼ってもらえば OK です。勉強になります。いや、なんか今日帰ったらすぐに滑り止めシートとこういろいろ収納できるケース買おうってすごい思いました、うんうん、ありがとうございます。いろいろとね、収納の片付けのコツだったりとか教えていただきましたが、うん、そう、あと渋川さんの活動として一般社団法人、うん、親子の片付け教育研究所代表理事としても活動されておりますけど、うん、はい、私すごい気になったんですよ親子のじゃなくて親天子のになってるんですよね、うん、この親と子を分けた間に点を入れた理由って何なんですか、うん、はい、そう、よく聞いてくださいましたって感じなんですけど、はい、間に点を入れたのはですね、ついつい親子っていうと一括りにされてしまいがちだし、親
がどうしても子供を自分の所有物みたいに思ってしまうことがあるんだけど、私たちの中では親と子はそれぞれ別の個人で、子供も一人の人格を持った個人ということで、あえて分けて考えると。だからそうすることによって自分とは違うってことをやっぱり認識してもらいたいっていうのがあるんですね、はい、だから自分はこれが心地いいけど相手がそれが心地いいかは違ったりするので、そのためにこうちょっとやり方も違うっていうので分けて考えるために点を間に入れてます。なるほど、親も自立して子も自立して、うん、その上でその片付けと、いろいろ教えてらっしゃるってことなんで、こちらもセミナーだったりも開催されてるんですか？そうです、認定講座をやっておりまして、はい、これもですね、オンラインでもあとは会場開催でも全国でやっておりますので、はいはい、もし子どもの片付けで悩んでるっていう方はぜひ、ホームページ検索していただけると嬉しいです。この親子の片付け教育研究所ではどんなことが学べるんですか？はい、ですね、子どもにですねどんな風に片付けを教えていいかが難しいなって思ってる方、あとは子どもの片付けで本当に悩んでるっていう方に向けて、片付け方と、あとは子どもにどんな風に教えていいかというその関わり方、あとはそれを成功させるために、まあ、成功というか維持していくために必要なコミュニケーションの仕方みたいなことをお伝えしてます。だから片付けの仕組み作りの部分と、あとは関わり方の部分の2つをお伝えしているのがうちの講座になってます。こう片付けってこうしなきゃいけないものって、こう子どもの頃からやっぱり親にしなさい、これちゃんと片付けなさいっていう教養の方だったと思うんですけれども、そうじゃなくって何でしょう、お子さんのこう自立心だったりとか、そういったところも主体的に動いてくれるようになるっていうのがね、これすごく大きいと思うんですよね、はい、一声かけたらじゃあできるっていうようなことになってくるので、はい、すごく楽ちんなんですよ。だからそのためにはやっぱり仕組みを作るっていうのと、ちょっと声かけを変えていくとかっていうことが必要になってきます。いわゆる受動的ではなく能動的になる、でそのためにはそのきっかけを言葉としてどう伝えていくかっていうのをまた教えてもらいたいですね。そうですそうです、声かけの仕方っていうところも一緒にお伝えしてますね。素晴らしい。なんか片付けからいろいろと奥深く、まあ、大人も子供もいろんな心が育めますね、うん、そうなんですよ。だから年代別の、ね、関わり方なんかもお伝えしているので、本当に小学、まあ、幼稚園生から、で上はもう本当に中学生高校生でも実際にやって効果があったっていう声を聞いてますので、なんかこうちょっと一つ技みたいな、技ですか？技というより、そうですね、まあ、一つはよくあるのはね、ゲーム性を持たせるっていうので、ゲーム性、何時までに片付けるというか、何分で片付ける、どっちが早いだろうかっていうのを親と一緒に競争するとか、兄弟がいれば兄弟で競争するとかっていうのもありですし、あとは、終わった後に何かこう楽しいことが待ってるみたいなのだと、こうポジティブな感情で子供動いてくれるんですよね。なんか友達が来るとか遊びに来ていいよとかってなると、頑張って片付けるじゃないですか、そういうやつとかありますよね。友達に呼んできていいからとか、はい、あとは美味しいおやつ食べていいからとかっていうふうになってたら、やってくれることも多いので、そういうことになりますよね。全然あれなんですけど、僕の友達がですね、その競争をしてながら親子で片付けするって時に、じゃあやろうって言って始めたら、もう途中で子供が片付けるのをやめて、お母さん応援し始めて、お母さん頑張って片付けるみたいなことになってけど、それはそれですごい楽しかったんだっていうのを教えてくれたんですけど、お互いね、ちょっと楽しめるとまた違うのかもしれないし、そうですね、だから一緒に片付けるのもいいし、親子別々のことでどっちが早く終わるかを競争するのも楽しいかもしれないですよね。本当に、ね、日常の片付けもそうですし、まあ、親、まあ、そして子供目線、そしてまあ生活者、女性目線でいろいろ整理整頓の大切さを伝えていらっしゃる渋川さんなんですが、近々でセミナーがあるんですよね。12月17日金曜日、どんなセミナーになっておりますか？はい、12月17日はですね、食材備蓄管理実践セミナーということで、皆さん食材備蓄した方がいいって分かってるけども、自分のうちに何をどれぐらい揃えておいたらいいかが分からないと思うんですよね。それを家族の好みにも合わせて、これぐらいの量あると安心だよという量が割り出せるような、ちゃんとワークも入ったセミナーになってるんですけど、これをオンラインで開催しますので、私のところのホームページご覧になっていただいて、セミナー情報を見ていただけると、
案内が出てますので、はい、もしよかったら、はい、お申し込みください。はい、ぜひ皆さんこちらもコンフォートスタイル、まあ、整理整頓であったり渋川真希さんのお名前で検索していただくと、はい、ホームページ出てきますので、そちらからセミナー情報をぜひチェックしてみてください、うんうん、はい。まあ、その他にも渋川真希さんのお名前で検索するとこう、うん、インタビュー記事だったりでね、皆さんもお知恵をね、うん、こうゲットできる記事があったりするのでぜひそちらも見ていただければと思います、はい、ということであっという間のお時間だったんですが、最後に一言を皆さんにメッセージよろしいでしょうか、はい、お願いいたします、もうなんかもう今日すごく楽しかったんで話足りないぐらいなんですけど、本当に本当に災害って起きてほしくないけど今日かもしれないし明日かもしれないわけですよね。だとりあえずなんか今日お話聞いていただいて今日からでもできそうなことがあったら周り見渡してみて、まずはそこから取り組んでほしいなと思います。はい、はい、ありがとうございます。今日のゲストは整理収納コンサルタント渋川真希さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。それではまた来月この時間にお会いしましょう。バイバーイ。バイバイ。